ぴょんぴょんぴょん、おはようございます。釣り子 TV です。話題のスピナーベイトを一つ買ってきてみましたよ。その名もですね、キットっていうことで、キタプロのですね、展開するペイフォワードからの、クランクベイトが有名ですけどね、次はスピナーベイトっていうことでこのキット買ってきてみました。何やらね、いろいろアイデア満載っていうことで使うのが楽しみなんですけど、早速ね、どんなルアーか見ていきたいと思います。価格はですね、1250円ということで、そんな高くもなくっていう感じで買いやすい価格じゃないかなっていうところで、カラーもね、いろんなカラーあったんですけども、今回はですね、8分の3オンスの生ワカサギというね、カラーを買ってきてみました。で、気になるのがこの、実用新案申請中って書いてありますね。トライアングルホールブレードね、ここら辺がキモになってくるのかな、どうかなっていうことで、早速ね、開封していきたいと思います。裏にはいろいろなポイントが書いてあって、あとペイフォワードって書いてありますね。バザーオールスタークラシックなんかでもね、この活躍していたっていうことで、非常に登場が楽しみなルアーだったわけですが、ちょうどね、今ぐらい釣り具屋さんに行くと並んでいて、人気のカラーなんかはね、もうね、売り切れ出しちゃってるんで、ね、気になった人は早めに入手した方がいいんじゃないかなと思うんですけども、はい、出てきましたね。オーソドックスな感じですが、でもいろいろね、気になるとこありますね。このアームがね、こう角度がつけられていてね、それでもって、で、そのこの独特な穴、あ、これ結構見るとすごい繊細な感じでね、こう、ブレードがね、持った感じすごいね、軽やかに回りそうな、薄そうな印象ね。で、 R がこう、結構 R がつけられていて、で、その先端にはこのね、独特な穴が開いていて、って、この下のコロラドブレードのところにもね、同じ穴が開いてますね。で、ボディの方は、あ、ここね、見やすく、あの8分の3オンスってね、すぐパッとね、触ってみて分かるようにここにね、8分の3オンスって大きく書いてくれていて、でね、今ねちょっと見えづらいんですけど、嬉しいのがここね、このね、キーパーの部分が結構好きな形ですね。このワイヤーでクイッとね、ホールドするよっていう、こういうね、部材がついてるんですけども、スピナーベイトって何にしてもやっぱテンポよくテンポよく投げてね、自分のリズム作っていく、そんで釣果につなげるっていう要素があると思うんですけど、そういう時にちょっとしたキャストでバンって当たった時とかにワームがね、穴が広がったりしてずれ出すと、あ、その都度ね、うーんって直して、あ、またずれた、うーんって直してっていうね、ことが多くなるんですが、このね、鍵爪のようなこういったホールドにしてくれると、トレーラーはもう取り替えるっていう時はね、頭がちぎれちゃったりっていうところがあるんですけど、何にしてもホールド力が高いので、テンポよく釣りする時には本当ね、嬉しい形なんじゃないかななんて思いますね。で、ちょっと気になるところでいくと、ね、針はね、最近流行りのフッ素加工とかではないですね。こう、あ、今ちょっと下にやっちゃいますけど、ただね、わあ、すんごい鋭いね、針先で、で、返しも結構しっかりめについてるなっていうね、そんな針ですね。ただ超、太軸というわけでもないので、刺さりは良さそうだなって、あとここの懐のところちょっと短くねえかななんていうふうに思いますけど、まあこれが一つの完成形な形なのかなというところと、で、スカートはこう繊細な色がね、散りばめられていてね、あ、この色いいなと思って買ってきたんですけども、裏側とか見るといろいろそれぞれのこだわりとか詳しく書いてあるかもしれないので、ちょっと見ていきます。これまでにない要素を各部に詰め込んだスピナーベイト、それがキットということですね。まずワイヤーのところは、タックルの強さやアプローチを想定し、それぞれのウェイトでのベストな巻き感度、強度、バランスを考えたワイヤーセッティング、2分の1オンスは1ミリ径、
強めのタックルでデカバスにも対応で、8分の3オンスは 0.9 ミリ径やや繊細なアプローチによる、食わせの要素を想定っていうことで、あ、ここのワイヤーの太さもその使う重さによってワイヤー径変えてるんですね。で、スイム姿勢ですね、倒れ込みにくく安定したスイム姿勢をキープし、何かにコンタクトした際にも高い復元力を持つ、セッティングということですね。で、シンクロブレードセッティング。設計の異なるフロントとリアのブレードが絶妙にシンクロして回転するセッティング。着水時やストラクチャーにコンタクトした際に、生じるイレギュラーな動きにも瞬時に対応ということですね。ほう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 。で、あ、ここですね。一番肝になってくるのかな。この愛の部分ですね。トライアングルホールブレード。実用新案申請中ということで、トライアングル括弧三角形に開けられた穴がブレードの重心を常に一点で捉えることでパワーロスのない、スムーズでタイトな回転力を維持、位置、サイズ、辺の比率、設計などこだわり抜いたパイフォワードの完全オリジナルね。ここの穴が肝みたいですね、やっぱり。はい。そして、スカートですね。セミフラット形状のシリコンスカートを採用。わずかな水流の変化に生めかしく揺れてバイトを誘うということで、はい。こんな感じでね、台紙にいろいろ説明が書いてありますけど、このそっか、ね、トライアングルに穴をすることによって、ね、丸形状よりも常に一点で、こう、ね、当たっているから、その回転の立ち上がりの良さとかにね効果があるよっていうね、こういうことみたいですね。でこのブレードね、あー、この薄めで軽やかで、で鱗模様が彫ってあってなんて考えると、これあのよく釣れる、なんつったらいいのかな、あのデプスのねカスタムブレードなんかにも若干似てるかなーなんて、この触った時のこの薄さの感じとエッジの立ち方、これは釣れる、釣れそうなね、ブレードだなっていうね、そんな印象がありますね。これに目玉がついていたら、デプスのカスタムブレードに、まあまあこのね全然もうアイデア満載の、ね、トライアングルの愛があるんでその限りではないんですが、というところとか、あーね、何にしてもその投げ続けてその釣れる要素をね、こだわったそのスイミング姿勢とか、この復元力も高めだよっていうことで、立ち木の中なんかにも、ぐんぐんね、打っていけるんじゃないかな。でこの全体的には手に持った感じね、こうパッと見すごいねコンパクトな感じなんですよね。このコンパクトさで回転の立ち上がりが早いなんていうと、最近流行りのね、スピナベサイトなんかにもね対応してくれそうだななんていうところで、結構今年なんかねずっとビーブルね、ボトムアップのあれなんかすごいね、使いやすいななんて思って使っていたんですけども、はたまたあのね100均のあのダイソーのスピナーベイトであるとか、まああとメガバスからもなんか新しいコンセプトのね確かスピナーベイトって出てますよね。結構今年はいろいろとスピナーベイトってね、出るときは出るけど、出ないときあんまりね、出ないジャンルのルアーかななんて。最近チャターベイトとかが、なんかね、各メーカー多めなんで、ここに来てこのスピナーベイトね、これでもう信頼できるから、こう、キットって名前を付けたよっていうことでね、もう常に使う道具っていうことで、そんな意味とかいろいろなね、意味を込めてこのキットって名前がついてるそうなんですけども、これはちょっとね一つも試してみたいな、投げてみたいななんていうことで買ってみました。タイミングとしてはもうほんとこれからじゃないですか。徐々にね暑いね、ところから解放されて、バスがもうチリチリにね、あっちゃこっちゃ中層からそこから上からね、はたまたエリアも、もう上流からダムサイトまでね、川ももうどこにいるか分かんないとかね、野池でもどこにいるか分かんないね、そんな時にこのテンポよく投げれて根がかりしづらいスピナーベイトでね、効果的にサーチしていくっていう、こういう機会多くなってくるんじゃないかななんて思いますので、ここからね、冬にかけてね、がぜん登場する頻度が高くなってくるんじゃないかな。
あとはスピナーベッドって若干リアクションの要素もあるので、真冬に使ったりするとね、スコーンってね、ライトリグで釣ってるのとはまた違った感じのね、冬なのにコンディションのいいバスとかをね、朝一だけ餌を探して動く、そんなタイミングとかにも結構スピナーベッドって聞いたりしますので、がぜんちょっとここから使う季節になってくるんじゃないかな。まあ、そのまんまね、春は春でね、スピナーベイトね、早春から、聞きますので、結構そういった意味では一年中ね、使えちゃうルアーですが、そんな中でね、めちゃくちゃ強い北プロが、勝つために作ってきたスピナーベイトっていうことで、これは注目の一本じゃないかなっていうふうに思います。早速一個買ってみましたということで。はい。というわけで、本日の釣り子 TV はこちら。キタプロのですね、ペイフォワードから新しく登場した機体のスピナーベイト、キット。これを買ってきてみたよって、こういった動画でした。はい。また会おうぜ。